アトラス水星は放物線に近い軌道を持つ水星。2019年末に発見され、2020年1月に急激な増光を見せたことから大水星となることが期待されたが、2020年5月月初めの時点では、岩子等級にも達しない見込み。2019年12月28日にアトラスの観測で発見され、この年の最後に発見された水星となった。 この水星は1844年の大水星と同様の軌道を持っていることから1844年の大水星に関係のある天体であると考えられている。地球への最接近は2020年5月23日前後、近日点通過は同年5月31日頃と予測されている。発見時の等級は19.6等であったが1月に100倍の 明るさの12等まで急激に増高したことが確認され注目を集めた。その後も3月に入るまで順調に増高し、彗星の見かけの等級のピークは近日点で1等級からマイナス等級に達することが期待された。コメットアトラス2020年4月15日に撮影されたコマが縮小したアトラス彗星しかしながら3月下旬には 増高のペースが緩やかとなり、3月末をピークとして、現行に転じた。また、4月上旬には、核が崩壊したとする報告が複数挙げられた。2020年4月下旬に、ハップル宇宙望遠鏡で撮影された、アトラス彗星の核の断片4月20日と4月23日に、ハップル宇宙望遠鏡によって撮影された画像では、 実際に25から30の断片に崩壊した核の姿が確認された。ウィキメディアコモンズにはアトラス彗星に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。